どうも、差別化のためにゆっくりに戻ったレイゼンです。最近の楽しみは家でかりんとうを食べることです。どうも、ゆっくりヨウムです。最近の楽しみは家で海苔塩ポテチを食べることです。食ってばっかじゃねえか。いやまあしょうがない、家でゴロゴロしてるとつい何かつまみたくなるし。まあね、正直体に悪そうと思いつつ、ついつい食べちゃう。レイゼンは塩分取りすぎだよ。ヨウムは甘いもの取りすぎ。甘いものはいいんだよ。最悪、人工甘味料あるし。人工甘味料は美味しくないっていう人も結構いるけどね。塩分だって取りすぎはアウトでしょ。減塩タイプのやつにしなよ。まあね。でも塩分控えめのやつはあまり美味しくないからな。塩味の調味料もなんか化学の力で作れないの、しょっぱいけど、健康にも安心、みたいな。そううまくはいかないんだよね。甘味料といえば天然ものから人工のものまでかなり種類があるけど、塩味料となると実質一択しかないような状態なんだよね。そうなの。甘味料について軽くおさらいしとくと、天然の化合物だとスクロースを代表に、フルクトースやラクトース、マルトースなどの、互いに似た構造であるものの異なる化合物が、甘味料として使われているし、自然界に存在しない人工化合物であるサッカリンや、アスパルテイム、アセスルファムカリウム、ネオテイムなんかも人工甘味料として使われているよ。いろいろな種類があるね。ここで紹介したのは使われている甘味料のほんの一部だし、天然化合物、人工化合物に関わらず新たな甘味料の開発は続けられているから、甘味料の種類は今後も増えていくと思われるよ。一方、しょっぱい味が欲しい時に使うものといえば塩。調味料で考えると醤油とか味噌もあるけど、本質的に塩味の元になっているのは塩、塩分だよね。まあそうだよね。さらに塩の主成分は何かというと塩化ナトリウム。さすがに科学に詳しくない私でもそれは知ってるよ。塩化ナトリウムは海水中や岩塩として天然に存在して物を生成して使っているよ。それもなんとなく知ってる。ただ周知の通り、お塩を取りすぎると高血圧になるなど健康に悪影響があるよ。だから塩分取りすぎな人は塩の摂取量をなるべく減らすように指導されたりするんだけど、塩味のない食事は味気ないよね。減塩生活とか絶対に辛いよね。もしもの話、塩化ナトリウムと同様にしょっぱくて、なおかつ多少取りすぎても健康に影響のない塩味料があったらいいとは誰もが考えると思うよ。まあそうだね。その辺を科学の力でなんとかならないの。そこで問題なんだけど、塩化ナトリウム以外にしょっぱい化合物知ってる？これが知らないんだな。なぜに上から目線？まあ実際、ないわけじゃないんだよ。塩化ナトリウム以外のしょっぱい化合物。一番有名なのは塩化カリウムかな。塩化ナトリウムのナトリウムが、周期表で一つ下のカリウムに置き換えられた化合物だよ。性質もお互いに似ている感じだね。減塩食品や減塩塩では塩化ナトリウムの一部を塩化カリウムに置き換えられたものもあるよ。ただ、やっぱ味は完全に塩化ナトリウムと同じというわけじゃなくて、苦味もあってあまり美味しくないなんてよく言われるよ。これだけ似たもの同士の物質なのに味が変わっちゃうの。はっきりした理由は分かってないけど、個人的にはナトリウムイオンとカリウムイオンの大きさの違いとかが効いてるんじゃないかと思ってるよ。電子的性質が似ていても、これだけ大きさが違っちゃうとさすがに人体も別物だって分かっちゃうんじゃないかな。イオンの大きさなんて考えたこともなかったよ。イオン半径も立派な元素の性質の一つだよ。まあこれはあくまでうプ主の推測でしかないけど、それとカリウムはカリウムで摂取しすぎると高カリウム結晶になる恐れがあって、特に腎臓に障害を持っている人なんかはカリウムを取りすぎると命に関わる場合があるよ。塩化カリウムには塩化カリウムで、また別のデメリットがあるんだね。じゃあナトリウムイオンより大きさが小さいリチウムだったらどうなるの？塩化リチウムは割と味が塩化ナトリウムに似ていて、アメリカでは1940年代に実際に食塩の代替品として利用されたりもしていたんだけど、ついに食塩の代替品か。でもあまり長くは続かなかったよ。というのもリチウム中毒になる人が多発し、それによる死者も出たことで使用禁止になったからだよ。それじゃダメじゃん。むしろ塩化カリウムよりも危なそうなんだけど。塩化カリウムは塩化カリウムで、指定執行用の薬物に使われたりもするらしいけどね。何それ怖い。致死薬となるのはあくまで血管に注射した場合で、経口摂取で同じようになることはまずないらしいけどね。ここまで来ると、じゃあ他のアルカリ金属とハロゲンの組み合わせはどうなんだって気になるけど、
調べてみたらアルカリ金属の塩化物と臭化物の味についても網羅的に調べている人がいたよ。やっぱ気になる人がいたんだね。実験方法は被験者に濃度の異なる溶液を飲んでもらい、甘味、酸味、苦味、塩味、無味の異項目をどれくらい感じたかを100分率で答えてもらうというものだよ。この研究によると、やはり味的に塩化ナトリウムの代替になりそうなものは塩化リチウム、塩化カリウム、そして臭化ナトリウムくらいだったよ。ちなみにルビジウムとセシウムを含む化合物、そしてヨウ素を含む化合物はそもそも塩味がほとんどしなかったらしいよ。じゃあその臭化ナトリウムってやつを使えばいいんじゃないの？でも今まで臭化ナトリウムが大々的に塩味料に使われたことはなくて、筆者らはそれを値段のせいではないかとしていたよ。そんなに違うの？臭化ナトリウムの値段は富士フィルム和光のウェブサイトでは 500g で2300円だったよ。塩化ナトリウムは7500円、 5kg で。安さ勝負は塩化ナトリウムの KO 勝ちですわ。あと調べた限りで見つけられたものだと、酢酸ナトリウムも塩味料として使われているらしいね。と入っても塩味はかなり少なくなるらしいんだけど、その代わりに酸味があるからソルト&ビネガー味のポテトチップスなんかに使われているらしいよ。でも食塩の代わりにはなりそうもないね。まとめると、まあこんな感じで未だに塩化ナトリウムの代替となり得る有力な化合物は見つかっていないよ。そうみたいね。現状、塩化ナトリウムの塩味が最も良いけど、それとよく似た化合物を試してみようとしても、塩化ナトリウム自体が2種類の元素だけで構成される非常に単純な組成のため、その片方の元素だけでも違う元素や原子団に変えるだけで性質に著しい変化が生じるのは仕方のないことだと思うよ。構造が単純すぎて逆に真似できないってことだね。たった2個のレゴブロックでできたものを他のレゴブロックで作ろうとするようなものだからね。さらに塩化ナトリウムは最も安価な化合物の一つでもあるから、コストの面からも他の化合物に置き換えられつらいよ。そう考えると、塩化ナトリウムってかなりありふれたものなのに、なかなか奇跡の化合物だね。塩化ナトリウムが人間の味覚に合っていたというよりも、人体がナトリウムイオンを生体機能の維持に使うようになって、そのために塩味を美味しく感じるように進化して積極的にナトリウムイオンを体に取り込むようになった。っていう話もあるけどね。この辺の話は概要欄のリンクを参照にしてね。それでももし塩化ナトリウムに代わる塩味料を開発したら、億万長者になれるんじゃない？もしできたらそうかもしれないけど、科学も万能じゃないんだよ。ただ、塩化ナトリウムの代替を見つけるのが無理でも、少ない量の食塩でも塩気を感じられるように工夫した商品とかもあるから、そういう創意工夫に期待していこうかなと思うよ。いやまあそもそも、ちゃんと節制に努めるのが一番いいんだけどね。そりゃそうだ。健康を守れるのは科学の力だけじゃないからね。いろいろ工夫していきましょう。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。